この道を通るのも久しぶりだな。しばらく行った先に宿場町がある。まずはそこを目指すとしよう。わかりました、おじさん。あの遺跡の先にダリミル宿場があるんだ。砂漠は迷いやすいからな。あれを目印にするといい。に行った時だ。父上と一緒だ。さすがに覚えとらんか。ジョシアが生まれる直前だったからな。お前は弟に会いたいばかりに帰り道は随分気もそぼろで、一人急いだ挙句に馬から落っこちよってな。泣き叫ぶクライブを見てあたふたする兄上は、そりゃ見物だったよ。見えてきたぞ。あれがダリミル宿場だ。やれやれ、暑さで喉がカラカラだわい。少し涼んでいくとしよう。
あのバグ、ウォールード軍のものです。間違いありません。確かに軍用のチョコボだ。兵士どもは旅籠で一休みといったところか。軽く探ってみよう。お前がいると目立つな、トルガル。少し待ってておくれ。いらっしゃい、食事。俺の相棒が腹が減ったとうるさくてね。おすすめは何だい？そうね、軽いものでよければ、チョコボ肉とひよこ豆のスープは評判だよ。じゃあそれとエールを。どうも。おい姉ちゃん。はいはい。お前の相棒、従者よりはマシでしょ。ジョシア様、やはりこのまま旅をお続けになるのは危険です。一度どこかで体調を整えられた方が良いのでは。いや、このまま向かう。ルサージュ教が前線に出ている今が好機なんだ。これを逃せば難しくなる。何としても彼と話をしたいからね。分かってくれるかい？ええ、では、せめて薬をお飲みになってください。水をもらってきましょう。こんな砂漠まで警備せにゃならんとは。お客さんは無事にドレイクファングに着いたんだ。それでいいじゃねえか。しかし騎士長殿はなんでここまで奴に肩入れするかね。いくらドミナントとはいえ、あんな間抜けな奴によ。風獄不可のことだぞ。こいつを食べたら先を急ごう。おい、そこの。おじさん。すまん。
立てますか、ジョシュア様。どうした？面倒なことが起きそうです。あんたら旅の人かい？実は俺たちもなんだよ。どうもこの辺りに不慣れでね。ちょっと案内してくれないか？すまない、この後カンベルに向かう予定なんだ。なーに、そんなに時間は取らせないから安心しな。なあ、やれやれ、こっちも急いでるんだが。おじさんは影に。わかった。こいつらを締め上げるぞ。面倒をかけさせる。騒がせたな。ところでお嬢さん、あのスープだがな、血と塩が足りんぞ。今のうちに。ジョシュア様。構うな。クライム。一体どうした？いえ、何も。行きましょう。
ジョシュア。ともあれ、これでわしらの目的地がはっきりしたというわけだ。ええ。フーゴ・クプカはドレイクファングにいる。おじさん、すぐに向かうとしましょう。ダリミルはいいところでしょう。豊かで活気がある。おまけにフーゴ・クプカ様のお膝元ときた。何が起きてもタイタンが守ってくれますよ。奴ら、主人の緊急事態に当然の対応とはいえ、こいつは参った。あの南門を越えねばドレイクファングにはたどり着けんぞ。なんとかしなければ。わしらもこれ以上は目立つわけにはいかんしな。砂漠の耳、ルジェナ・ダリミル、その御人から力を借りましょう。お前が聞いたという素性の知れぬ協力者か。だが、どうする？名前以外は分からんのだろう。探すしかありませんね。これまで会ってきた仙台指導の協力者は皆その町の実力者で、めぼしい家業を持っていました。ルジェナ・ダリミルも同様かもしれません。となると、この町で顔の利く商売人を探すのは早そうだ。この辺りから聞き込みをしてみましょう。これじゃドレイクファングに戻れねえぞ。ベアラーのくせにタバコに火もつけられんだと。まったく、とんだ粗悪品をつかまされたな。何か用かい、旅人さん。わしから話そう。わしは貿易商でな、この町で新たな取引を始めたい。ここで顔の利く商売人とよしみを結びたいのだが、どこへ行けば会えるかね。そうだな、ダルミルは浴場と交易、それから火事が有名だ。その大棚の主人なら相応に顔が利くだろうさ。なるほど、行ってみよう。ちなみにルジェナ・ダルミルという御人をご存知か。いや、聞いたことないね。そうか、ありがとう。なんだい、忙しいんだが。時間は取らせない、人を探している。ルジェナ・ダリミルと呼ばれる人物を知らないか。誰だいそりゃ、聞いたこともないね。そうか、なら、この町で一番羽振りのいい店を教えてくれ。取引がしたいんだ。となると、茨の接吻って鍛冶屋だな。あそこは職人の腕がいい。店主もまだ若いのになかなかのやり手だよ。茨の接吻だな、覚えておこう。町の実力者となればそれなりの年だろう。若い天使というのは違うかもしれんな。よし、それなら古参の商人で探ってみるとしよう。これじゃドレイクファングに戻れないぞ。お母さん、僕も魔法使いたい。クリスタル貸して。
ダメよ。無駄遣いして壊したらもったいないでしょ。なんだね。ルジェナ・ダリミルという人物を知らないか。この町に長く根を下ろした古参の商人だと思うのだが。だったらフェルダに聞いてみな。あいつはこの町に長く住んでる。古い商人たちをよく知ってるだろうさ。多分浴場のあたりにいるよ。ありがとう。訪ねてみよう。クライブ、うまくいったな。ええ、ではフェルダという人に話を聞いてみましょう。香やろうそくも上等の品だよ。あんたがフェルダか。少し話を聞きたい。旅人さんが俺に何の用だ。この町に長く住んでいるらしいな。ルジェナ・ダリミルを知らないか。古参の商人だと思うんだが。砂漠の耳を。何のために探してる。恩人の知己でね。協力を仰ぎたいと思っている。いいだろう。召喚に行きな。引き合わせてやるよ。稲子じゃ売ってないめ。今度はうまくいきすぎだ。少し警戒した方が良さそうですね。貴様らだな。こそこそと嗅ぎ回ってるのは何のことだ。とぼけるな。構わねえ。やっちまえ。誰の指示で俺たちを襲った。俺たちの頭だよ。あんたを試せって。さすがにお前たちでは歯が立たんか。先生。お前は先ほどの戦いぶりを確かめさせてもらった。シド、大した腕前だ。俺のことをそれでどうするつもりだ。役人にでも突き出すか。いや、それは俺が判断することじゃない。俺たちの仕事はここまでだ。おい、ルジェナ・ダリミルにルボルに会わせてやれ。わかりました。余暇の広場まで来てくれ。行きましょう、おじさん。精魂込めた一品だよ。匂いを嗅いでみな。しびれちまうから。
フーゴ様のお城にも下ろしてる絨毯だ。この店はルボルが営んでる茨の接吻だ。確か若い天使という話だったが、すまんクライド、わしの勝手な思い込みだ。ルジェナ・ダリミルはいい年とばかり。いえ、そう勘違いしても仕方ありません。シドとやり取りしていたのも何年も前ですから。ただルボルという人物が何歳であろうと、それなりの態度で臨むだけです。失礼のないようにな。ルボル、シドたちを連れてきたぜ。この町の協力者を探してんだってな、二代目シドさん。詮索はなしだ。門を越えるのに手を借りたい。あんた、商いで一番大事なものを知ってるかい？信用さ。これがなきゃ話にならん。パン屋のデッチでも知ってるよ。つまり俺はあんたを信用できない。だからあんたに協力もしない。当然だ。得体の知れない奴のためにわざわざ俺は危ない橋は渡らねえ。お人よしじゃないんだ、わかる？他の方法を探した方が早い。言っとくけど、バンペイどもはみんな気が立ってるぜ。酒場でよその兵士と一悶着を起こすようなおっかない奴らを、あいつらがすんなり通すかな。こいつならどうすれば俺を信用する？愚直な奴は商いに向いてるって言うけど、あんたはどうだろう？信用の次に大事なのは奉仕の心だ。さて二代目、俺の信用が欲しいならちょっくら働いてもらおう。やるか？分かった、いいだろう。こんな小僧の言葉を真に受けるのか。何か意図があるのでしょう。シドの協力者ならそう仕向けてきてもおかしくない。彼が本当にルジェナ・ダリミルだったらの話ですが。言うじゃないか二代目。ガキだからって相手を侮らないのは褒めてやるよ。それじゃ早速働いてもらおうか。今この町が抱える厄介事を解決しろ。これが俺からの仕事内容だ。無事に片付ければ何でも力になってやる。おい、いくらなんでも大雑把すぎるだろう。手がかりが欲しいならコビくらい売ったらどうだい、じいさん。なんだと？そうだな、一つだけ教えてやろう。クリスタル、俺に言えるのはここまでだ。頼んだぜ、お二人さん。生意気な小僧め、見とれ、意地でも解決してくれる。よし、クライブ、二手に分かれて探るぞ。ええ、分かりました。ひとまずクリスタルについて聞き込みだな。クリスタルについて聞きたいことがあるんだが。あんたも聞いたのか？何をだ？
横流しの話さ。近頃急に配給が減っちまっただろ。あれはクリスタルが横流しされてるせいじゃないかって噂になってるんだよ。ただ調べようにも流れが追えないらしくてな。一体誰がどこへ流してるんだか。少しいいか。なんだい。この町には初めて来たが、よそと違って景気がいいな。何か理由でも。ああ、ここはドレイクファングの最寄りの町でね。マザークリスタルの警備やクリスタルの出荷で軍の人たちも出入りしてて、よく金を落としてくれるんだ。特にフーゴ様のところの兵隊は太っ腹で助かってるよ。そうだったのか。ありがとう。忙しいところ邪魔をしたな。じっくり焼かせたこだわりの。ほんと、ふと客よね。ちゃん。なに？あなたもフーゴ様の兵隊さん？いや、違うわ。だったら予想当たって、私、あの人たちしかお客に取らないの。何か取り決めでもあるのか？そんなの、気前がいいからに決まってるじゃない。特に最近は金回りが良くて派手に遊んでくれるし、あんな太客、逃がすバカいないわよ。ほら、もうあっち行って。さて、聞き込みはこんなところだ。一度おじさんと話したいがどこに行ったかな。さっきの酒場に戻ってみるか。いい香り。さあ最高、最高級の織物だよ。酒場からすごい音がしたが、何の騒ぎだ。番頭さん。あんた、うちで暴れてった客じゃない。今度は何の用？これ以上の面倒はやめてよね。連れを探してるだけだ。見かけなかったか。ああ、あのお金持ちのおじさんならさっきそこの階段上がっていったけど。そうか、ありがとう。あれは。手付金だが、これでどうかね。お、おい、そりゃ黒真珠じゃないか。この程度で驚かんでくれ。わしと取引するならそちらの言い値を出そう。わかった。旦那を歓迎しよう。取引場所は。おじさんは何を。おじさん、今のは。ああ、撒いた餌に獲物がかかった。お前と別れた後、そこらの商人に片っ端からクリスタルを売ってくれと持ちかけてな。当然クリスタルの売買は禁止されておる。ドイツにも当たり前に断られたが、それを見ていた今の兵士が声をかけてきたのだ。金さえ払えば純度の高いクリスタルを用立ててくれるらしい。それで黒真珠。なんだ、見ておったか。たかが50万ギル、賄賂にしては安いものよ。おかげで
たちまち取引に招待されたわ。してお前の方は何かつかめたか。近頃クリスタルの配給が減り、その裏には横流しの噂があるようです。一方で風後の士兵たちの金回りが良くなったという話も。おじさんに取引を持ちかけた兵士を見るに、奴らが横流しで利益を得ているのかもしれません。どうやら当たりを引いたようだな。おじさん、取引場所へ向かいましょう。ルボルが言っていたのはおそらくこの件だ。おお、殿、任せておけ、クライブ。待っておれ、小僧め。ロザリア七家族をなめたこと、後悔させてやるぞ。取引場所は南ベルクロイ砂漠の一角、人目につかないところだ。都合が悪いなら相手を始末できるか。クライブ、払うことになったら加勢を頼むぞ。もちろんです。結構稼いでんだぜ。一休み。風子の手下でもめ。この川はずっと遠くの峡谷まで流れているのさ。昔は船を漕いであちこちにクリスタルを運んでたんだよ。私が若い頃はよく船乗りさんに手を振ったものでね。あんな日がまた戻ってくるといいんだが。イサールの野菜が千切りだぞ。割れない壺。フーゴ様の兵隊さん、じっくり焼かせたこだわりのパンだよ。お城の人にフーゴ様のお城にも下ろしてる。それじゃ、行ってくる。よく来てくれた、旦那。早速だが、手持ちはいかほどで？金貨と宝石がいくらか。必要なら中を改めろ。こりゃ500万ギルはくだらないぞ。いいねを出すと言っただろ。さっさとクリスタルを見せてもらえんかね。こっちにたんまりと用意してある。確かに純度の高いクリスタルだな。しかしクリスタルの売買は足がつくと厄介だ。そのあたりの保証はあるのかね。ああ、それは問題ない。これはもう
ダルメキアのクリスタルじゃないからな。あちらさんのものだ。売りさばくのは我々だ、御仁。心配せずとも足はつかん。クリスタルは責任を持って指定された港まで輸送しよう。あなたはただ金を払うだけでいい。なるほど。ウォールド王国とは。もともとドレイクファングで取れたクリスタルの一部は同盟国であるウォールードに輸出されてる。俺たちはそいつをちょいとばかり多くしただけ。たまたまここで取引が行われただけで、他国のクリスタルのことまでは調べようがないってわけさ。そういうことらしい。聞いておったか。はい、すべてつつがなく。何のまねだ旦那。クソ、下手を打ったか。こいつらただの客じゃないぞ。おい、さっさと奴らを殺せ。まだ来るか。気をつけて。任せておけ。片付いたか。こやつらしっかりと騙されておったな。わしの悪党ぶりも板についたということか。お尋ね者のくせによくも躊躇なく兵士を叩きのめせるもんだ。まあこんな場所なら騒ぎにもならないか。お前いつから見ていた。じいさんの名演技あたりからね。しかし金に物を言わせて奴らの懐に飛び込むだなんて、下々の者には思いもつかない方法だよ。ダリミル宿場で配給されるはずのクリスタルが、フーゴの私兵どもからウォールードに横流しされていた。これがこの町の厄介事だったんだな。その通り。さすがに他国の兵士が相手となると、一介の民草には手が出せなくてさ。だけどこれで町のみんなのクリスタルが戻ってくる。一旦町へ帰ろう。このクリスタルを運び出す段取りをつけねえと。そういや、まだあんたの名前を聞いてなかったな。クライブだ。クライブ。それが二代目シドの中、覚えておく。よし、仕事は片付いた。約束通り南門に手を回したぜ。とはいえバンペイどもはあんたらが暴いた身内の不祥事の後始末に向かっちまったからさ。
残った連中が面倒を起こさないように甘い汁を吸わせておいたよ。なら、その費用にはわしの金を当てておけ。取引場所で奴らに渡した金を帰り際にちょろまかしておっただろう。ありゃ、バレてたのか。あと、じいさんではなくバイロン様と呼べ。感謝するよ、じいさん。こいつ、これを受け取ってほしい。そいつがあれば俺の仲間もあんたに手を貸す。ありがとう、ルボル。さて、うちのストラスで隠れ家に連絡してくれ。砂漠の耳ルジェナ・ダリミルがシドへの協力を再開したってね。オミア・ラステラン・トゥイサ・ゲリス。これからもよろしくな、シド、いや、クライブ。俺はあんたを気に入った。こう呼ぶ方がしっくりくる。そろそろ南門を越えられるようになってるはずだ。世話になった。いいってことさ。気をつけてな。行きましょうか、おじさん。